88埼玉博覧会は1988年に埼玉県熊谷市で開催された地方博覧会。略称は埼玉博。現在は熊谷スポーツ文化公園になっている。公園内に埼玉博記念の森として名を残している。かつては道路愛称として埼玉博通りがあったが2018年3月31日をもって廃止され。 ラグビーロードとなっている。この元、埼玉白通りには、埼玉白通り店などと称している、埼玉白通り沿線の店舗があり、解明の義務はないが、一部で変更する例も見られる。開催を記念して、秩父鉄道秩父本線にて、蒸気機関車、C58 牽員の観光列車、SL パレオエクスプレスが運行を開始し、30年近く経った現在でも運行されている。 テーマ館、ドーム埼玉21渋沢 H 館熊が、夜間先時半車館、デップコ 3D ワールド、東京電力館フレア優勢館日本、タバコ館未来作ろう館、三沢ホーム館積水ハイム館東芝館東芝館,東芝館、埼玉銀行館コープフレッシュランド NTT、スーパードーム 21NTT スーパードーム21三国コカ・コーラ館、山崎 HSST ステーション HSST 大義、 グリーンハウス最新に安らぎ館21世紀、交通館、ヘルシー21館水と緑の館町づくり館、豊かな、暮らし館明日の、エレクトロニクス館グルメ館ふるさと産業、物産館ふるさと、埼玉館インポートバザール館、リムトレインリムトレインワールドエンターテインメント館独館、広場その他現在、プレイランドのアトラクションの一部が、千葉県の田市にある森の遊園地で稼働している。 開催期間中、会場内のステージにて、コンサートが開かれた。その他、引田天皇と東京魔術団による41回のマジックショーがあった。開催期間中、会場内のステージにて、テレビやラジオの公開録が、放送が行われた。熊谷市平成30年2月、臨時記者会見議題1、平成30年度当初予算の概要について、参考資料に、 ありがとうございます。